香川のソウルフードを世界に発信します。香川県は電子レンジ調理で本格的なさぬきうどんを楽しめる商品を通してうどんの輸出を強化する取り組みを始めました。すごくもちもちしてお越しもあって、お天ぷらも、美味しいです、香川県の池田知事が舌鼓を打つのは県内の業者が開発した冷凍うどんで、電子レンジで温めるだけで食べられます。県はさぬきうどんの輸出強化を掲げていて、県内の業者に商品の開発を依頼し、今日報告を受けました。最初の輸出先となるアメリカは、家庭での冷凍食品の電子レンジ調理が根付いていて、このスタイルなら売れると目をつけました。香川県の、代表的な産業ですので、こういったものがさらに世界中のマーケットが広がることで、香川の、経済の振興にも、大きくつながると思います。県は来年度から商談を始め、2025年度から輸出を本格化させたいとしています。